どうもこんばんは、平井弘明です。トップで無重力作ってます。サロンの方で銀河啓発とか言ってるんで、ちょっとそういう系のネタやっていこうかなと思いますけど。平井弘明のワンラップゴルフ。トップで無重力作ったら飛ばせますし、焦んないですし、まあいいことが多いですよね。トップでここですよね。ここでグリップ離してもクラブが浮いてられる状態っていうのを作って打ってみてください。変わりますから。以上で大丈夫ですか。はい、お待ちしておりました。ありがとうございました。ちょっと打ってみていい。どういうこと。ふわってやるの。ふわってやる。今のめちゃくちゃいいんだけど、なんかあれだね。別に普通。いや違う、ちょっと違う。ちょっと違うでしょ。ちょっとなんかふわってしてる。そうでしょ、気がする。いつもそう、いつもの感じいくね。うん、あ、そうだね。これいつもの感じでしょ。うん、もう一回ふわいくね。調子悪い時とか、うん、なんか体の張り感とか力みが取れない時っていうのはここでね、こうやって、こうやって。それなんでそれをドリル、まずこれドリルでやってもらいたいんだけど、うん、なんでこれをドリルにしてもらいたいかというと、ここの切り返しのところでしょ、うん、ここが早い人、うん、で、上手い人あんまりない。みんなこうやって遅い。こうやって打つんだよね。そう、こういう人ってあんまりないんだよね。ここが早い人でやっぱり上達がなかなかできないから多いから、切り返しをこうやってやってあげる。それはね、そうなってればふわってなってなくてもいいんだけど、うん、とにかくその切り返しがね、ちょっとね、早い、硬いとか、硬すぎちゃう。でこうガガってなっちゃうと、やっぱ良くないよね。うん、だからそこがこう、こうやってゆっくりになってると、だいぶ感覚が変わってくる。だから切り返しをしっかりと、ちょっと余裕を持たせてあげて、切り返してあげた方がいいね。なんかうまく打てないとなっちゃいそうだよね。速くなっちゃいそうだよね。あ、そう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 。ガムのシャラになるからね。ない。ここに当たんなくて、うん、ずっと練習してると、うん、ここがこうだんだんこうガムのシャラになってくるから、こうやって、なるよね。めっちゃくちゃガムシャラに打っちゃうの、こう、うん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 、ガガって、うん、だからゆっくり、だからテイクバックめちゃくちゃゆっくりで、うん、ダウンスイング好きなスピード、うん、が一番いい。こういう練習もいい、うん、わざとすっごいゆっくり上げて、うん、好きなスピードで下ろす、そういう練習もすごく良くて、とにかく今やってるスイングで当たんないんだったら、スイングで変化をつけてあげなさいっていうことも何発かやってみると新たな気づきが生まれるので、それはまあ練習でいろいろやってほしいですよ。打ち急ぎにも関係する。あ、関係する。ゆっくりだと打ち急げないからね。で、こっから一気に急ごうとすると全体的に速くなる、うん、それだったらまだいい、うんうんうん、だけどこうやって速くなると部分部分が速くなったりする。こうやって打ったっていうね。うん、練習ではドリルでは一拍左足の踏み込みを入れてこうやって打ってもいいね。そういうドリルなんかも、まあ、練習なんかも入れてもらっても全然いいんで、そうすると全体的に当たんなかった時のリズムが変わってくるんで、うん、うん、それだけでもショット内容って変わってくると思うんですね。トップでさ、うん、なんていうの、トップをゆっくりにする方がタイミング取れるの？それは関係ないの？ああ、取りやすいかも。早いよりは、うん、早い人ってタイミングがないから取れないよね、うん、だからタイミング取るっていうためでも遅くするのは全然いい。
切り返しを。だって一回ここで整える感じになってくるから、うんうんうん、こうやって打ったり、うんうんうん、いるよね、やっぱりいますね。最近、虫多いっすね。虫チャンネルなのかな、最近、うん、昆虫チャンネルこれ昆虫じゃないけど、あ、これは爬虫類ですね。爬虫類ね、かわいいんだよね。うちにもよくいる。あ、ほんと、うん、あの、九州の方ではカベチャロって言うんでしょ。そうなんだ。そう高橋さん言ってたもん。あ、カベチャロだって言ってた。でかいね、しかも。でかい。虫食うからね。あ、そうなんだ。虫食う。へぇ。ガとか食うのかな。あ、そうなんだ。うん、うちのキッチンのさ、窓の外に影があるわけ。うん、なんかその虫来るとビビって言ってピュって食べるんだよね。で、だんだんでかくなると同じやつなんだけど。なるほどね。そう。へぇ。虫チャンネルだから。そうだね。まあそのリズムが、うん、トップが切り返しが遅くなるとリズムが取りやすい。まあ整いやすいんだよね。焦らず。焦ってると取れてないもんね。そう、あの本当になんか重いものがさ逆らっちゃってるの、こうやって。はい、だからこうヘッドがこっちに出たらそれにつられてこう自分も行ってあげて自分も行ってあげてっていう繰り返しをするとリズムが取りやすい。うん、ゆっくりな方がリズム取りやすいもんね。そう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 、早いとねずれやすいもんね。そう、だからこの体重移動もそうだよね。ウェイトシフトもこう少しゆっくりなイメージでこうやってやってあげるとリズム取りやすい。それだけでも結構変わると思いますね。うん、なんでちょっとその意識でこうトップでこうちょっと無重力になるような意識、ふわっとでふわーんって振ってあげる意識っていうのがあるとだいぶ変わってくると思うんで、まあ、その意識でちょっとリズムよく練習してみてください。それはドリルだから本番ではやんない。うんとね、取り入れても全然いい。ああ、もうそれがうまくいくんだと。そう、俺冬2月かな、うん、なんか小袋とラウンド行って、うん、俺冬ゴルフやんないから、うんうん、ああそうか、全然当たんないよと思って小袋先打ったらさ、うん、あいつさコブ、うん、こうやって打つんだよね。あ、いつも、うん、いつも。そうで、あ、俺打ってないんだよその日、うん一番のティーショット見てて、うんうん、あれコブなんかリズムいいなと思って、うん、どうせ当たんないと思ってるから、うん、練習もしてないし、うん、一段それやろうと思ってそれやった。練習してないの、うん、そのティーショットが初めて打つんだよ。やばいね。で、それやったの、うん、都会人食ったの。へぇ、そっからハマっちゃってる。そうなんだ、うん、こうこうやって打つの。へぇ、そしたら、あ、いいと思って、あ、リズム取るのが取りやすいなと思って、それでね、前半2アンダーだった。へぇ、これありだなと思って、うん、あ、これはドリルとしてもいいし、まあ、実践投入してもいいしと思って、うんうんうん、まあ、ちょっとリズムが取れない方なんかにやってもらえればなと思って、そう、それでちょっと今回動画撮ってみよう。でもそれグリップは緩くなってないの？グリップはわざと緩くしてる。ああ、そうなんだ、うん、で、俺レッスンでね、トップであのグリップを緩ませないでくださいってよく言う、うん、でもそれは何でかって言ったら緩ませる意識がなくて緩んでる人がいる。はいはいはい、自分で緩ませたら取り戻さなきゃと思うからまた握り直す。ああ、そうだね、そう、緩んでるから握れんだね。そう、握ってたら握れないんだね。そう、そう、あとはもう緩める意識がなくて緩んでる人、うん、そうか、だから意識がないから、そう、握ってると思ったからそれ以上握れないんだよ。そう、だから緩いまんま来るじゃん。あ、だそれがあって、だそれをちょっとなくそうと思って、まあ、ちょっと試しにちょっとやってみてくださいっていう感じ。これ、まあ、リズム取りやすかったんで、まあ、ちょっとどうかなってやってもらいたいですね。今回はちょっと銀河系 YouTuber としてそのトップで無重力を作っていただいてっていう。あ、そういう意味で無重力ってこと。あ、そうです、そうです。あ、そういう意味ね。そうです。別にこのネタが宇宙初出しなわけじゃないの。あ、初かもね。トップで無重力って多分検索しても出てこない。いや、そりゃそうだろ。でも分かんない、分かんない、うん、まああるだろうね、全然あるかな、うん、結構ね、ここ、見てる人がね、いや、ありましたよって言ってくるから、ね、あ、そうそうそう、 ありがたいです、本当、いつもありがとうございます、うん、コメントどんどんコメントくださいなんで、まあ今言った内容ちょっと撮ってきました。皆
気に入っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。ワンラップゴルフではオンラインサロンをやっておりますが、絶対入らないでください。